舞い上がれ、第51回、第52回予告です。お気軽にコメントくださいね。熱も収まり、訓練に復帰する前に柏木学生は、訓練飛行時間が足りていないことから、舞が失格になることを危惧して、担当教官を変えてもらおうと言います。だが、舞は、大河内教官のことを、勘違いしていたかもしれないと言い、このまま、 大河内教官の下で指導を受けたいと答えます。他の仲間たちにもそのことを伝える前だが、柏木学生は山下教官に話をしたと教官の交換にこだわります。第52回予告です。フライト訓練の途中、急な天候の悪化により、帯広ではなく釧路空港への着陸を指示された前は、 大高知教官の並走飛行によるサポートを受け一路釧路空港へ向かいます落ち着いてやればできるという大河内教官の励ましを受け舞は心を落ち着かせて着陸態勢に入りますそして舞の着陸は滑走路のセンターラインにしっかりと乗りました